見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。ついにその時がやってきた。11月12日、小室圭さん、30、と、小室さんの母、佳代さんの元婚約者 A 氏は、確認書を交わした。その金銭がついに振り込まれたという、A 氏が語る、交渉の3日後の11月15日、解決金が振り込まれました。409万3000円を一括でした。気になる振込人の名義は、なぜか、弁護士上芝、となっていたという。小室さんの代理人である上芝直文弁護士名義だと思われる。交渉の際、先方が提示した確認書は至ってシンプルなものだったという。以下がその文面である、A、とした箇所は、実際の書面では A 氏の本名が記されている。A と小室佳代は、平成29年12月以降に週刊誌その他の各種メディア媒体において両名の過去の関係等が取り上げられている件、いわゆる、金銭トラブル、あるいは、借金問題、と言われている事柄を指します。以下、本件、と言います。について、本日、本件及び本件をめぐる問題について全て最終解決としたことを相互に確認します。また、A は本件の解決金として金409万3000円を受け取ります。振込期日や、一括か分割かという点も記載されていなかった。そのため A 氏は本当に振り込まれるのか、振り込まれるとしたらいつになるのか、気をもんでいたという。しかし、無事に振り込まれ、胸をなで下ろしているという。帰ってきたお金はどうするかはまだ決めていません。余裕のある暮らしをしているわけではありませんので、生活費の足しにするか、あちこち型が来ている実家の修繕に使うかもしれません。いずれにせよお金が返ってきたことは嬉しく思っています。ただ、交渉では互いに本音で話せたとは言えず、先方から謝罪のような言葉もありませんでした。私が場を和ませようと、ニューヨークではどのあたりに住む予定なの、と聞くと、彼は、私は詩人です、と答えていました。詮索してほしくないということだったのでしょうが、胸の使えのようなものは残っています。元婚約者が抱いた違和感は、今後も消えることはないだろう。デジタル。